皆さんこんにちは、 B レジェンドのダンです。今回は腹筋を鍛えるドラゴンフラッグのやり方を紹介していきたいと思います。4月19日まで B レジェンドビッグセール開催中。定番12種と限定3種がまとめ買いで最大2000円を、ぜひ概要欄をチェック。ドラゴンフラッグというのは腹筋で一番難しいんじゃないかなと思うようなトレーニングです。普通に腹筋をするってなると、こういうクランチだったりニートゥーチェストって言われる、こういうね、動かしたりとかするような腹筋だったりとかいろいろあると思います。ドラゴンフラッグっていうものはですね、レッグレイズの最上級版みたいなイメージをしてもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、レッグレイズといえばこういう動きがね、あると思います。体幹がちゃんとついてなくて反り腰の方はこれをやっちゃうと腰を痛めるんで、まずこの反り腰をなくすやり方を覚えないとダメなんですけど、ドラゴンフラッグはさらに体幹が強くない人がやってしまうと腰が危ないので、そこは要注意です。まあ、まず形を見てもらったら分かりやすいかなというふうに思うので、形をやっていきたいと思います。まあ、このように上げます。もう体操選手みたいにね、上げていただいて、このままぐーっと倒していきます。ぐーっと倒して倒して倒して、シートにつく前に上げる。これドラゴンフラッグです。シートの頭の方でもうシートをがっちり掴みます。で、そこでしっかりと上半身を固定したまま足を上げて、このまま落としていきます。で、この落としていく時にまっすぐでもいいんですけど、ちょっと気持ちいいブリッジを入れるようなイメージで、ブリッジしすぎると腰痛めるんでやると多いです。で、このまま落としていって、つくかな、オッケー、この辺で上げる。これで体幹がしっかりとしていないと腰が痛くなります。まあ、このトレーニングで重要なのが、まあ、腹直筋はそうなんですけど、背筋もしっかりと固定できないとダメなんで、背筋も必要にはなります。で、腸腰筋、レッグレイズとかで使うこういう腸腰筋っていうところもしっかりと使えないと耐えることができません。で、やっぱり上半身支えてるこの腕の力っていうのもない状態でやっちゃうと腕がしんどくて耐えれないっていうのもあります。腹筋のトレーニングやけどほぼ全身運動みたいな、上半身の全体を使う運動っていうようなイメージをしてもらったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、これをやるメリットとしてはですね、腹筋っていうのは収縮させるっていうイメージがあると思うんですけど、ストレッチはあんま重要視されてないですね。でも、ストレッチをかけてあげる方が腹筋っていいとも言われてるんですよ。で、ストレッチをかけるにはじゃあどうしたらいいのかってなると、下半身がこの位置より下に下がってくれないとストレッチかからないんですよ。で、これドラゴンフラッグをすると、この時点が地面っていう状態なんで、こっから下はもう、言ってしまえばこう、腹筋が伸びてる状態になるんですね。この腹筋が伸びてる状態っていうのがストレッチかかってる、かつそこで固定するっていうことはストレッチ種目をしてる時にコントロールするのと同じで、伸ばしてるけど筋肉の力を発揮してる状態になるんですよ。二頭筋、大胸筋、まあ背中のトレーニングもそうですけど、ストレッチが重要って言われる中で腹筋だけはなぜかストレッチを重要視されてないんですよね。同じ筋肉なんで同じようにやっぱストレッチをかけることによって筋肉を成長させることができるんですよ。なので今までやってない人であればやっぱストレッチっていうのは重要にもなりますし、ストレッチやるだけで腹筋が変わるかもしれないので、ぜひ参考に腹筋にストレッチをかけるっていう動きをやってほしいなっていうふうに思います。まあ、ドラゴンフラッグ自体はすごく難易度の高いトレーニングにはなりますので、ドラゴンフラッグをするためにどういう練習をしたらいいのかっていうのも動画にできたらなっていうふうに思います。今回はこちらのドラゴンフラッグ自体の紹介になります。腹筋を収縮だけじゃなくてストレッチもかけてバキバキな腹筋を手に入れるように一緒に頑張っていきましょう。ということで今回のこの動画以上になります。B レジェンドではキャンペーンなども定期的に開催しております。ぜひ気になる方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。公式 LINE でもお得な情報なども掲載しておりますので、ぜひこの機会に友達登録もお願いいたします。500円オフクーポンもついてきます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。